はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でーす。お届けするのはアッシー佐久間ゆうごでーす。はい、かー、実はね、このお題今から読むやつね、昨日撮ったんだけどエラーで消えちゃったんですよね。だから昨日アップできなかった。本当は撮ったのに消えちゃった。消えたつうか、アップロードできなかった。なのでまた今日、昨日に引き続き2回目読みまーす。本日のお題は、継続する学習こそが成長の王道である。こちらのお題を読んでいきます。間に合わせの手段でその場しのぎをしていると本人の身になかなかつきません。一時的な手段は体に染みついている成長ではありません。その場しのぎはやはりその場しのぎではなくでしかなく、成長していることにはなっていません。語学の勉強をするとき、その場しのぎで乗り切ろうとする人は本当の実力はいつまでも経っても身につきません。明日は英語のテストだ、よし今日は徹夜だと言って一夜漬けで何とかしようとする人がいます。一晩かけて集中して勉強すれば、些細なテストであれば乗り切れることはほとんどです。しかし本人が本当に英語を身につけることができたかというと、はなはだ疑問です。テストが終われば一瞬の花火のように美しさがすぐ消えます。一瞬できたように思えてもすぐ消えてなくなってしまうのです。一夜漬けは花火です。素晴らしさは一瞬しか見られません。すぐ消えてなくなってしまうのです。一夜漬けによりその場しのぎで乗り切った人の成長は大変貧しい。本当の成長は長期的なコツコツした努力が必要なのです。時間がかかり苦労も必要です。周りくどくて面倒、しかし一度身につければなかなか忘れないものです。海外留学をしている日本人が日本語を使わない環境を長くいても日本語を忘れないと同じで同じです。日本語は幼い頃から苦労して身につけた言葉ですから、体が覚えなかなか忘れないのです。アメリカ人が日本に留学をして3ヶ月が経ったから英語を忘れてしまうかというと、そうではありません。アメリカ人にとって英語は幼い頃から苦労して身につけた言語ですから、体が覚えているのです。勉強の王道は大量の経験しかありません。コツコツした継続的な学習です。頭より体が覚えるものなのです。徹夜のような間に合わせの手段では一時的には効果がありますが、すぐ忘れます。それは本当に勉強者とは言えないのです。今日の格言、コツコツした継続的な学習をする。間違いないですね。俺も昨日一昨日とネットの英会話、DMM 英会話、今 CM とかでやってるやつ、あれの無料体験を昨日一昨日とやってみたんですけど、まあ喋れない。テキストを送ってもらって、本当に小6とか中1くらいの習うような言葉がね出てこない。いざ対面で話して向こうのフィリピンの方なんですけど、会話となるとね、言おうとも言葉が出てこないんですよね。びっくりした。なんか自分のこの英語のできなさすぎに、なんかちょっと情けない気持ちとイライラと、英語をもっと覚えたいっていう気持ちが出てきましたね。だからこれは本当にコツコツやるしかない。いきなり覚えられない、赤ん坊が生まれてすぐ立ち上がって走れるかというと、そうではない。やっぱりコツコツ何かしら身につけて成長していく。あとね、今このプログラミング言語、これも覚えようとしてるんですけどね。この Java 入門、この分厚いの、こんな覚えられるかな。この読むのだけでも大変。まあ学生の頃勉強しなかった分、今こうやって学ぶ楽しみを覚えたので、頑張って身につけていきたいと思います。ということで、それではまた。
チャンネル登録とアメブロ、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、いろいろやってるんでチェックしてみてください。それではまた、バイバイ。